はい、ローランドさんの方に来ました。おはようございます。ここ最近全然僕ローランド来なかったんですけどそれはね、理由はちょっといろんなところでも言ってるんですけど、はい、ようやくなんか面白いものがちょろっと見えてきたんですけど、はい、これどうですか。そうですね、 V1200H ですけども、まあ、あのうちで言うとですね、あのハイスペックなスイッチャーでございます。はい、それどんなことができるんですか。ね、もうモニターがコンパネに2つあるんですけども、まあ、いろんなことができるっていうのはもう、あのなんとなく聞いたんですが、これガチで動いてるの僕見たの実は初めてなので、ちょっと説明の方お願いします。ちょっと簡単に説明させていただきますね。あの今まであのうちのスイッチャーっていうのはですね、あのオールインワンのスイッチャーという形でやってるんですが、今回セパレートのスイッチャーなんですよね。でコントローラーと本体と2つ分かれてまして、これはLANケーブルでつなぐという形で、最大コントローラーとハブでつなぐと2つまで接続することにできるようになってございます。でこのコントローラーがちょっとユニークでございましてですね、こういった形でタッチパネルで操作する形になっているんですけども、2つ同じ画面がございまして、それぞれ同じ画面で動かすことができます。まあ、例えば1つはビデオのエディット、もう1つはこのオーディオのエディットって2つの画面でコントロールがタッチパネルできるのもそうなんですけど、ただちょっとユニークなところというのは、このタッチパネルのディスプレイですね、ディスプレイがこの HDMI の入力がございまして、背面に入力がございますので、例えばここにポッと HDMI の入力ボタンだと、これがモニターになったりするんですよね。そうすると例えばその現場でこの、あのテーブルの上での場所がないところでも、こちらのモニターを置かずにこれを一つでコントローラーとして使うことができるという、こんなユニークな特徴がございます。で 2ME のスイッチャーなんですけど、実際はこの T バーが2段でなっているので、うちはその切り替え方式になってますね。 M1 と2という形で2個で切り替えができるというようになっているのと、あと特徴としましてはですね、ここにあるこの PTZ カメラを調節できるこのタグがございまして、ここであのこういったロボカメを調整できるような形になっています。これを例えば先ほどのそのコントローラーのコードにそのユーザーのメモリーのところにこう押して切り替えるのと、そのポジションをですねここで覚えて動かすこともできますので、このコントローラー一つでいろんな切り替えとか合成とか、あとはそのいったちょっと PTZ のコントロールもできるようなスイッチャーでございます。なるほど、本当多機能で何でもできるんですね。はい、これとこれで色があってるのって、これはそうですね、今はあのコンポジションのこの今アサインをしているユーザーに割り付けてあるんですけど、こういった形で最大4レイヤーを重ねることができるようになっています。今こうやって割り付けてこうやってレイヤーを出すことができるようになってますけど、そういったののこういった今のオクジュアリーのスイッチに対して、いろんなアサイナブルでコンポジションのアサイナとかとか、あとは今見せたカメラ あのムービングの状態とかっていうのもこの中にストアできるようになってございます。なるほどね。でもあれですね、インターフェースはすごく分かりやすいようなっていうか、もうすごくこう凝縮してるんですかね。なんかでかい性能のいいスイッチャーとか多機能のスイッチャーって こんなじゃないですか。はい、それがここで、まあでもそれもこのあれですか、液晶パネルで、メニューからこう改装していくような。そうですね、でも一つずつやっぱりタッチパネルで改装になっているというのが一つの特徴でございますね。はい、入力係数は8でいいんですか。そうです、あの入力は SDI ですと、こちらに入力は10系統で、アウトプットは6系統の出力を持っています。で HDMI が4系統の入力がありまして、そのうち2系統がスケーラー入っています。でアウトプットは HDMI が2系統であります。これが標準の話です。で、あの後から出てきますあのエクスパンションボードがスロットがございまして、はいはいはい、それがあの SDI ボードだとか、あとは DVI ボードとかというシリーズが出てきて、それをあの入出力を増加させることができます。じゃあこれ、SDI を入れると最大何系統になっちゃうんですか。そうですね、 SDI ですと1つの棒に対して入力2、出力2までつけるので、2枚2枚挿していただく、それぞれ挿していただくと、まあ、SDI では4系統入力と4系統の出力が増やすことができます。はい、ということは純正と合わせると14系統ですね。はい、そうですね、14とこの6ですから10系統の出力がになりますね。あ、もうそんだけ入れば何でも濃いですよね。でまた HDMI は、ね、2つはスケーラーがいってことは、まあ、どんな信号を突っ込んでも問題なくこう
プログラムでしてくれるってことですよね。そうですね。ここがうちのマルチフォーマットっていう従来のやり方と同じなんで、その2チャンネルはマルチフォーマットに入れることができますし、先ほど SDI の説明したところを DVI ボードにしていただくと、これもマルチフォーマットのボードになりますので、そういった形で SDI を挿すか HDMI を挿すかはお客さんの環境次第で入れ替えていただくということができます。あと、あっちの方にあるのは、はい、もう前からあるミニスイッチャーというか、今日はなんかまたちょっといろんなものくっついてますけど、今日はですね、ちょっと通常の V1HD の展示にちょっと加えまして、あのアウトプットにこのストリームエンコーダーをつないだ状態 の状態をちょっと展示させてもらってます。これはちょっとあの他社さんのアーバーメディアさん の機器なんですけども、まあ、これはその HDMI の入力を入れていただくと簡単にエンコーダーでそのストリーミングソリューションできますよというやつでして、こちらの入力はその 1080i で接続することができるんですよ。そうするとこちらのエンコーダーの前にスイッチャーを組み合わせていただくと、これコンパクトな配信ソリューションが出来上がるというような展示でございます。わかりました。またね、最近またローラーのちょっとこう元気なかったなと思ったら、もう少し盛り返してきて、はい、この後あれですかね、もうこの先ももっと元気になると思っていいんですかね。そうですね。これからもこうやっぱこういったラインナップはどんどん出てくると思っていただいた方がいいかなと思います。わかりました。期待してます。よろしくお願いします。はい。